トレビの泉夜のトレビの泉トレビの泉は、ローマにある、最も巨大なバロック時代の人口の泉である。ローマでも、有数の観光名所としてにぎわっている。トレビの泉、トレドの泉とも呼称される。ポーリ宮殿の壁と一体となったデザインで、中央に水を司るネプトゥーヌスが立ち、左に、豊穣の女神ケレース、右に、健康の女神サルースが配置されている。 これら池全体の造作は、ニコラ・サルビーの原案で、ピエトロ・ブラッチが制作した。なお、トレビの語源については、諸説あり、ローマの水道と噴水の著者、チェーザレ・ドノーフリオによれば、かつて存在した地名、トレビウムに由来するというが、一般的にはトリービオすなわち、三つの道、三じが語源と考えられている。フェリックス水道の泉、パオラの泉ともに、 ローマ三大噴水と称されることもある。クイリナーレ宮殿の西側、スタンペニア通り沿いのトレビ広場にあり、ローマ地下鉄沿線、バルベリーニ駅から徒歩圏内に位置する。もともとは古代ローマ時代に皇帝アウグストスが作らせたもので、ビルゴ水道の集団施設としての人口の泉が場所を変えた後、今の位置になった。その後、泉は、 教皇クレメンス12世の命によりローマの建築家、ニコラ・サルビーの設計で改造。彼の没後の1762年に完成した。2013年1月にフェンディの支援により大規模な修復工事を行うことが発表された。工事期間中も観光客への公開は続けられる予定である。後ろ向きにコインを泉へ投げ入れると願いが叶うという言い伝えがあり。 投げるコインの枚数によって願いが異なるとされる。コイン1枚だと再びローマに来ることができ、2枚では大切な人と永遠に一緒にいることができ、3枚になると恋人や夫、妻と別れることができると言われる。3枚の願いはキリスト教が離婚を禁止していたという歴史の名残である。このコインは半分がカトリック系チャリティ団体に寄付される。 ザ・トレビ・ファウンテン、ワン・オブ・ザ・モースト・フェーマス・イン・ザ・ワールド、音楽映画ゲーム事件で赤く染まったトレビの泉2007年10月19日、観光客が泉を眺める中、何者かが赤い塗料を泉に投げ込み、噴水が真っ赤に染まるという事件が発生した。灰色のブルジョア社会を主に染めてやるというビラが残され、その人物は逃走した。その後の洗浄作業により、 大理石への被害は防がれた。2018年、カナダ人観光客2人が泉で水浴を行い、450ユーロの罰金を受けた。2014年6月5日より、フェンディ単独で資金を提供し、修復工事がスタートした。今回の資金提供は、ローマ市内にある歴史的な噴水を修復及び保護することを目的とした。 フェンディフォー・ファウンテインズプロジェクトの一環として行われ、修復には218万ユーロかかり、2015年秋に完了予定。ありがとうございます。